様です。速稼塾の久保です。今回はね、回覧板ビジネスとでも名付けましょうか。実は回覧板とかね、町内で回ってくるこういった情報誌、非常に上手に活用されてる方がいるんですよ。それは何かっていうとね、例えば公民館とか、最近は交流館っていうらしいんですけども、交流館で無料とかものすごく安いね、なんかこう教室とかをされてるんですよ。ほぼボランティアで。で、例えば英語の先生がこちらでね、ハンバーガー教室をやりましょうとか言って、小学生を集めてね、ハンバーガーを楽しく食べるようなイベントをするんですよ。参加費500円。つまり材料費だけです。で、これがね、どこに繋がってるかというと、つまりは、この英語の先生と仲良くなって、で、英語に触れるわけですよね。そうすると、この先生がされている、例えば、英語教室の入塾っていうところに繋がったりとか、そうでなくてもね、この先生と仲良くなることによって、まあ、地域のつながりができるっていうね、そういったことなんですよ。まあ、客観的に見ると、この先生が集客に成功するってことなんですよ。しかも、この交流館っていうか、公民館ですか。公民館っていうのは、結構借りるのが簡単なんで、その地域の人だったら基本的に誰でも借りれるんですよね。で、外部の人は多分、そんな簡単には貸してくれないと思うんで、ゲストで呼ばれるみたいな形じゃないとダメなのかなと思います。また、こういうのもあります。円満な相続のために今できること、みたいな感じで、やっぱりこう、高齢者層のね、心配事を無料で解決しますよ、みたいな感じの、その、教室をするんですよね。で、テキストも配るし、専門家がやってくる。例えば、行政書士の事務所からやってくるとかね。そういった先生が来ることによって、専門家の方がね、これから相続の問題とか、それからもしかしたらね、なんかエンディングノート、こういったものをどうすればいいのかみたいな、そんな話をね、されるわけですよ。で、その場はそれで終わるんですけども、終わったらどうなるかってことなんですよ。多分ね、この講師で来てくださる行政書士の先生は必ず名刺配ると思いますし、自分の仕事の自己紹介も必ずするんですよ。そうなったら、時間内に解決できるわけがないので、必ず、じゃあ、先生、あとは事務所の方に行かせてもらいますねとか、一旦、うちに来て、うちの現状見てもらえませんかって感じで本格的な仕事に入っていくわけなんですよ。まあ、つまりこの交流館とか公民館ってのは専門家とか何かビジネスをしてる人にとっての格好の集客の場なんですよね。その日は儲からなくても次の集客につながる可能性が大いにあるんですよ。例えば週に1回教室をこの交流館とか公民館でされていたら絶大な信用ですよね。まあ、そうやってなんかね、こういったイベントっていうのが結構行われてるわけですよ。毎週やってる人もいますし、随時スポットでやる方もいますけども、やっぱりこう、ボランティアでされる方も多いと思いますけども、集客に困ってる人がこういったところを使うっていうのも、ものすごくイメージが良くって、でね、やっぱりこう、公民館とか交流館の人に嫌われたら使わせてもらえないから、ものすごく感じよくやってくれると思うんですよね。で、双方にとってメリットがあるのかなと思いますんで、こういった形で、ビジネスの足場を作っていくのはいかがでしょうかというところですね。で、あとは私個人的にね、町内会の、その、役員をすることによって、自分のことを知ってもらうっていうのも一つあると思うんですよ。まあ、とにかく地域にいて、地域の人がお客さんにならないって形は、ものすごくもったいないし、地域に対して最もね、アプローチできるのに、それをせずに、遥か彼方の人が来ないかなって考えてる時点で、ちょっとビジネスの視点っていうのは、あさっての方向に行っちゃうんじゃないかなと思います。まずは、家族、友人、お隣さん、お向かいさんをファンにしなければ、はるか彼方の人が、こぞってね、拝みに来るってことはないと思うんですよね。はい、じゃあ今日は以上です。